視聴ありがとうございます。シンガーソングライターのパクユーです。毎週水曜はポチトラジバラジャ、パクユーが CD ショップに行って今週発売された新譜の中から1枚をチョイス、自腹で購入し5段階で星をつけて評価レビューするという企画です。2018年一発目のコチトラジバラジャーでございます。昨年末から、何週間か、スペシャル企画をお届けしてこの企画お休みしていたんですけれども、2018年も、去年と変わらずタワーレコード新宿店で自腹 CD 買ってきました。それでは、今週の、今年一発目の自腹 CD 紹介したいと思います。こちらです。じゃん、ウェスティバル、ジャニーズウエスト。こちらはジャニーズ WEST の4枚目のオリジナルアルバムになります。で、この企画基本的にはその週に発売された新譜の中から1枚選んで買うっていう風にやってるんですけれども、このアルバムっていうのは実は発売が1月2日ということで、先週分の新譜っていう形になります。まあこの企画、年末年始にかけて何週間かお休みしていたっていうのにも理由がありまして、まあ多分その物流の関係とかもあるんでしょうけど、年末年始って、CD のリリースがちょっと少なくなるんですよ。でまあ今年一発目自腹 CD 買いに CD ショップ久しぶりに行ったんですけれども、やっぱり今週発売の新譜の中にちょっとめぼしいものがなかったので、まあ先週と今週、2週分の中で、気になったものっていうことでこの1枚選んでみました。それでは中身についてお話ししていきたいと思います。僕ジャニーズの作品をこの企画で取り扱うのは今回が2回目で、1回目は ABCZ っていう、グループのアルバムを多分この企画始まってすぐの時に取り上げてるんですけれども、CD レビューの企画以外のいろんな動画でも僕断ることに言ってるんですけど、ジャニーズの音楽のクオリティっていうのはものすごく高いと、水準が高いというふうに僕は思っていまして、中でも今自分の好み、自分のアンテナに引っかかってるのがこのジャニーズ WEST とあとセクシーゾーン、この2組っていうのは王道のポップス路線を行っている、音楽的にもすごく聴き応えのあるグループだなっていう風に、前々から思ってまして、中でもこのジャニーズ WEST はですね、このアルバムに収録されている、6曲目の大阪 III っていう曲は2017年下半期のパクユー的アイドルソングベスト5にランクインさせていたり、あとは3曲目に入っている人生は素晴らしいっていう曲も確か2016年のアイドルソングベスト5にランクインさせてると、それぐらい前から気になってたグループだったんですね。でその今紹介した曲が入ってるってことで今回このアルバム買ってみたんですけど、まあ、やっぱり改めて聞いてみても、その2曲すごい良かったです。アレンジ的にもものすごく隙がないし、メロディー歌詞もすごくキャッチーだし、これぞジャニーズポップスみたいな感じで、やっぱりすごくいい曲だなっていう風に思いました。でその他にもシングル曲が、何曲か入っていて、やっぱりシングル曲のクオリティっていうのはすごく総じて高いなっていうふうに思いました。ものすごくキャッチーで、音作りにも、隙がなくて、力入ってるなっていう感じがして、そこはすごく満足でした。で僕前回 ABCZ の、アルバムレビューした時にユニット曲とかソロ曲っていうのがちょっとしんどかったみたいな話を、したと思ってんですね。でまあ僕はそのジャニーズ音楽すごくいいなと思ってますけど、やっぱグループとか特定の個人のファンだったりとかってわけじゃないので、やっぱりそういった人からするとソロの曲とかグループの、ユニットの曲とかっていうのはちょっと聞くの厳しいなみたいなとこあったんですけど、このアルバム良かったのはそういったユニット曲、っていうのも何曲か入ってるんですけど、全部お尻の方にまとめられてるんですよ。なんでまあ本編は10曲目までで、11曲目からは、お楽しみトラックみたいな形の住み分けがしっかりされていて、それは、僕みたいなリスナーにとってはすごくありがたい構成だなっていうふうに思いました。
それでは、5段階で星をつけて評価していきたいと思います。今週のジャニーズ WEST のウェスティバル、星3つです。まあ、シングル曲のクオリティすごい良かったんですけど、そっから期待するものを超えてこなかったかなっていう感じはちょっとあって、で、まあそれは僕の好みと合う合わないっていうのも結構今回の場合は大きくて、先ほど紹介したシングル曲3曲っていうのが割と僕の好みに近いサウンドだったのに対して、それ以外のアルバム曲っていうのが結構 EDM 寄りのサウンドが多かったんですね。でもって、まあ、この多分アルバムのウェスティバルっていうところからもみんなで騒げお祭りだみたいな、そういうテーマ、そういうコンセプトっていうのは結構一貫していて、曲一曲一曲取ると全く意味のない曲が並んでる。みんなで騒ごうぜ、 Make some noise みたいなことをずっと言ってるみたいな、そういうアルバムだったので、ファンの人からしたらこれを聞いて予習してライブで一緒に盛り上がるんだっていうようなイメージとか、そういうもの持てたとは思うんですけど、純粋に音楽期待して聴いてみた、買ってみた僕としては、ちょっと自分の好みにも合わないし、軽薄すぎるかなっていう感じがしちゃいました。あとはその僕 CD 買って聴くときはいつもブックレット隅々まで見るようにしてるんですけど、演奏家のクレジットっていうのが全くないタイプの CD だったんですね。で、まあ、ジャニーズの作品の中にも演奏家のクレジットしっかり書いてある作品もあるんじゃないかなと思うんですけど、この作品に関しては、レコーディングエンジニアとかレコーディングスタジオとかっていうのは書いてあったんですけど、でもってアレンジャーの名前とかはもちろん入ってるんですけど、楽器奏者に関しては全く記載がなかったと。そこすごく気になるところっていうか、僕はそれが知りたいっていうところ結構あるので、そこは残念でしたね。やっぱそれを書かないっていうのはそこが売りじゃないっていうところの表れだと思っていて、おそらく少人数で、あとはアレンジャーの、仕事の範疇でかなりの音作りをしている、まあ予算的にそこまでこうつぎ込んでない、っていう部分もあったんじゃないかなと思いますね。特に人生は素晴らしいとか、アレンジすごく良くて音もいいなと思うんですけど、どっからどこまでが打ち込みなのか、どっからどこまでが、生演奏を撮ってるのかみたいなのすごい知りたいなって思ってた曲でもあったので、そこはちょっと残念でしたね。ジャニーズの作品に何を期待するのかっていうところはあると思うんですけど、サウンド作り、サウンドのキャラクター作りみたいなのも結構平均化されてるというか、どんなサウンド、どんなアレンジ、どんなジャンルの曲でも似たような、音が鳴ってるみたいな、上も下も、高域も低域もすごくバランスよくピターって鳴ってますよみたいな感じの音になってて、曲調によってはもっとなんか低音をバスバス強調してもいいのかなみたいな曲もあったりとか、逆に、9曲目のパレードっていう曲が割とアレンジ的には、このアルバムの中では浮いている、際立っている曲だったんですけど、そこもっとなんかより生々しくというか壮大な感じにできたりとかしなかったのかなとかっていうのもちょっと思ったりしました。ただやっぱりジャニーズ音楽の最低水準というか、比較的高いクオリティっていうのは保ってるかなっていう風に感じたのと、あとはやっぱ数曲すごく好きな曲が入ってて、で、まあ音楽制作家、音楽家としてもこれぐらいのものを作っていかなきゃいけないんだみたいなところの指標にはできる作品だなっていう風にも思ったので、星3つっていう形にしました。今回でジャニーズの作品にトライしたのは2回目っていうことなんですけど、なんかちょっと自分の中でのジャニーズ神話というか、ちょっと買いかぶりすぎてるのかなっていうような、感じも若干しつつ、まあもしかしたらグループとか作品によって結構クオリティの差っていうのはあるかもしれないので、もしなんかいろいろねジャニーズの
グループ作品詳しい方とかいらっしゃいましたら、このグループのこのアルバムすごくいいよとか、このグループこのグループは、こういう特徴があってみたいなこともね、ぜひ教えていただければ嬉しいなと思います。まあ印象的にはやっぱり音楽的に一番充実してるのは嵐なのかなっていう感じもするんですが、ちょっとミクスチャーすぎてっていうような感じもしちゃったりしてるんで、どうなんでしょう。ぜひいろいろ教えてください。最後までご視聴いただきありがとうございました。コメント、チャンネル登録よろしくお願いします。ありがとうございました。